三章家勝次郎は、落語、音曲の名跡。勝次郎と表記することもある。現在は秋名跡となっている。三章家勝次郎縄文、三章初代三章や、勝次郎は、音曲師。俗称は藤吉。最初は、初代三章邸、古葛門下で小石となり、天保八、九年頃に勝次郎となる。音曲、大杖、両国。 八景を得意とした。明治元年頃まで名前が確認できるが、没言は不詳。二代目三少家勝次郎は、江戸出身の寄せ芸人。幼名は、河万三郎。初代、勝次郎の実施。海諸島の頃の生まれと推測される。父の下で二代目小石となった後に、1875年、頃から二代目勝次郎を継ぐ。 明治12年頃まで活動が確認できる。三代目三正家勝次郎明治39年3月6日は、江戸出身の音玉師。本名は、鈴木正吉。京橋区加賀町の差し物職の鈴木安次郎の4、男として生まれる。芝区の消防夫だったが同時に音玉を好んでおり、木やりくしは、職業柄好評だった。音玉好きが長じて、 寄せに出るようになる。はじめは六代目、桂文治門下で文禄となり、芸人の仲間入りを果たす。あとに、段つば燕枝門下に天示演禄と改名、まもなく歌舞伎の世界に飛び込み二代目、中村詐欺女門下に入って羽生平となった。その後再び寄せに戻り二代目竜亭左、落門下で佐太郎となり、あとに、また改名して、サ鶴となる。 1879年に再び、つばめ枝門下でつばめと改名。さらにつばめ枝の門人の三代目、春風亭竜氏の譲り弟子になり二代目、春風亭媒氏となった。1896年3月定席で三代目、勝次郎を襲名し、銀座金沢邸で襲名披露を行った。元消防夫ということから、消防団の悲劇も多く、 勝次郎の売り出しの手助けとなっていたのと同時に、毎年、出初メ式では勝次郎が戦闘で温度を取るのが、恒例だった。音源は、売子時代から一級品だったという。音は、富士の白雪が残されている。当時の新聞には細い喉であだっぽい声。それ一方で売り出た勇サ肌も、道理、原はめ組の消防団元清元の達人にて、 落語好きより今の竜氏の門人となり忘れしが、なんとやら言う七な子氏を、声の納期書から先代、倍氏の後を継ぐて、その名広氏を78年後、京橋金沢にて模様せしし東京各組の消防夫力を手に得て、非常な景気この時より売り出せし1906年3月7日に、死去。墓は、ソメイの北上寺にあり、改名は、竜徳院西風日照古寺。 死亡記事には、柳派の音力詩にて、美音の危機へありし三章家勝次郎指示、三輪の正吉は、旧老12月まで、各席に出席相変わらず、人気ありしがさ、1月中ふと風の心地と手打ち、不死たるまま医療を受け至るに2月下旬により、心臓病となりて、病性ますます重り、昨6月午前9時半頃突然心臓麻痺を起こし、終わりに死去したり、 四代目三章家勝次郎大正12年8月7日は音玉師。本名は本田吉之助。通称カッパの勝次郎。芸人になる前は日本橋浜町二丁目で優勝を営んでいた。最初は音玉師の二代目藤松銀朝門下に入り銀額を名乗った。後に初代竜亭、左竜門下に展示右竜、さらに二代目。 男州老ツバメ枝門下で小ツバメさんから遠尺となった。その後年代は不明だが四代目勝次郎を継いだ。1920年頃は春野や駒之助と掛け屋話をやっていた。音玉師として期待されたが、三代目ほどの活躍は見られなかった。1923年死去。去年56。墓は築地の明泉寺。海名は釈勝を信じ。 八代目、雷門助六の話によると、六代目女六門家で、五郎助から勝次郎を継いだ人がいたという。活動時期は、大正末から昭和局初期頃と思われる。本名は、田中菊氏。はじめ五代目竜帝左楽門家で、紫楽。1921年、竜帝佐高氏に改名し、1928年に、 勝次郎を継いだが2年ほどで元の佐高氏に戻る。あだ名は、キーチョロ。没年不詳だが戦災死したという説がある。活動時期は大正から昭和戦時中頃。ありがとうございます。